中国の J20 ステルス戦闘機の飛行訓練が東シナ海で常態化しているようです。今回は、この中国空軍 J20 ステルス戦闘機について見ていきます。目標は F2 に戦闘機として開発したようですが、アメリカ軍は F2 に戦闘機を減らすと発表しています。中国は、一回り遅い開発ということになりますね。そういえば韓国も同じでしたね。2022年4月14日の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事を紹介します。中国空軍の第5世代ステルス戦闘機殲20J20の開発・製造元である中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見があり、この席上、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを公表したと伝えているのです。この中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジン開発に成功したことで量産が進められ、実戦部隊への配備も進んだそうです。その結果、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば常態化しということで、東シナ海では実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などを実施しているということです。中国メディアによると、中国軍では以前から将来的な台湾有事を想定し、管轄である東部戦区画飛行部隊に2019年から J20 の配備を進めていると言われていました。今回の記者会見の内容が事実とすれば、南シナ海を管轄とする南部戦区への J20 配属も進んでいることになるでしょう。2022年3月19日、中国メディア海峡海進は、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションにおけるアメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルス・バッハ大将の発言を取り上げ、 J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと語ったと伝えています。この発言によると、ウィルズバック司令官は F35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機、ソラキョウ500、KJ500 との連携による飛行訓練を実施していたようだと。推測、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたとも語ったそうです。ちなみに、この F35 が、在日アメリカ軍海兵隊の F35B か、空軍の F35A か、もしくは空母搭載の F35C なのか、タイプなど詳細については全く不明ということです。ウィルズバック司令官は、さらに、J20 が、どのような意図で開発を進めているのか、F35 のように、対地、対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールになるのか、もしくは、F2 にラプターのように、星空戦闘機となるのかは、現時点ではわからないと語ったと言われ、J20 のスペックなどについての言及はなかったと見られています。ただし、世界のメディアで、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道しているほとんどありません。ウィルズバック司令官が J20 に感銘を受けたと語ったと伝えているのは海峡海進のみです。台湾通信が唯一このオンラインディスカッションと思われる記事を発していますが、ウィルズバック司令官の発言として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだもので、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、磁気統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったとの指摘のみですから、J20 への言及についての信憑性はかなり低いと見られています。J20 は、中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス製空戦闘機で、アジアで最初に運用された第5世代ステルス戦闘機とされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークの技術を参考にしたと囁かれているそうです。F-117 は1983年昭和58年10月からアメリカ空軍が運用した世界で初の実用化に成功したステルス機です。1999年、平成11年に、
コソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が中国に渡ったことが明らかになっているので、そういった噂が広まっていると見られます。つまり、撃墜された F-117 から技術を盗んだということでしょうか。中国軍側ではこれを否定していますし、アメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようです。J-20 の初飛行は、2011年、平成23年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末まで200機ほどが生産され、実戦部隊に配備されたと考えられます。機体はかなり大型で、同じく第5世代であるアメリカの F-2 やロシアのSU-57 より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後縁に向かって緩い前進核を持つデルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているそうです。この形は、ユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形で、垂直尾翼などの傾斜は、胴体側面の角度と等しくなっています。このカナード翼と垂直尾翼は、どちらも誘導式で、垂直尾翼は、90度近くまで作動することから、エアブレーキ機能を持っていると見られています。機体のステルス性能についての詳細は不明ですが、F-117 のステルス技術を参考にしたとの説にのっとって、F-117 のレーダー反射断面積値、RCS である、0.025 平方メートルと同程度とする見方があります。このレーダー反射断面積値は、小さければ、小さいほど、レーダーに映る姿が小さくなるのです。アメリカ軍機の RCS 値は、第4世代の F-15E イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルで、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルです。だんだん数値が小さくなっているのがわかりますね。また、J-20 のアビオニクスは、最新のものが搭載されています。アクティブ電子操作アレイレーダーを搭載し、約2000の2200個の送受信モジュールを備え、出力電力は 24kW にまで達するとされています。また、送受信モジュールの数と出力電力の大きさが、F-22 の AN/APG-77 を上回っているので、J-20 が搭載しているアクティブ電子操作アレイレーダーは、AN/APG-77 より探知距離が長く、より、早期に相手を発見できる可能性があると推測されているのです。また、J-20 には、F-35 の AN/AAQ-37EO/DAS によく似ている分散開口システム DAS を採用し、機体各部には、複数のセンサーを備えていると見られています。機首の下面には、F-35 と同じく EOTS/EOTS-86 が備えられていて、対空目標の補足と照準が大きく強化されているという指摘もあるそうです。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては、初フライト当初から様々な噂がありました。試作初号機では、ロシア製のサトゥールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたとみられ、2号機には、中国製エンジン WS10GA が搭載されたと言われているのです。本来なら、J-20 には、専用エンジンとして開発を進めていた WS15 が搭載されるはずでした。しかし、試験で爆発事故などを起こしたため、開発が大きく遅れ、実用化された機体には、ロシアのSU-27フランカーに搭載されているサトゥールン AL-31F-M2 が採用されていたのです。新型が開発できなかったので、前級で我慢せざるを得なかったということでしょう。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 の推力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたので、WS-15 に代わって、暫定的に、WS-10C が搭載され、量産を開始したと思われます。なお、J-20 では、第5世代戦闘機としては、世界で、初めて複座型機体が製作されていると明らかになっていますが、これは、いわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員が、そういった無人航空機器のコントロールを行うためと推測されています。チーミングとは、その通り、チームとして活動することですが、
この場合は、有人機と無人機がワンチームになるということでしょう。人手不足を考えると、省人化にはなると思います。